こんにちは。元気ですか？元気ですか？ありがとうございます。早速ですが、愛媛県からやってきました幸運の顔と申します。早速ですが、1曲目聴いてください。明日も。改めまして、河野果歩と申します。愛媛県からやってきました。本日は、デカフェスボール2ということで、皆さん楽しんでいますか？見てますか？ありがとうございます。いやね、今日こんなに暑いの、びっくりして。私この肌の色を見てもらったら分かると思うんですけど、あまり外に出ないタイプなのででも結構汗っかきなので、ライブ中なんかめっちゃ顔濡れてるなとか思うかもしれないんですけども、そこはご了承ください。
まあね、汗が出るってことは水分が取らなきゃいけないので、ぜひ皆さん水分飲みながらゆったり聞いてくれたら嬉しいです。で、なんですけども、まあ、前回そのボル…あ、違う違う、デカフェスで河野かほのタイムテーブルの順番の話をしたんですよね。そのデカさんに同じ事務所の子が今日2人来てて、さっき歌った玉木優奈ちゃんと岡林美音ちゃんと一緒に、そう、この2人と来たんですよ。もう見ての通り、わかる？このポーからつくポンコツさんなんですけどもね、私本当はね、この2人の前に歌いたかったんですよなのに今日サンドイッチされたんです。どういうことですか？わざとですか？わざとですよね。もうね、これがダメなのよ本当にね、ちゃん可愛いよ。 ありがとう。まあ、ポンコツだけど、まあ、可愛い2人なので、もう今日はね、許そうかな。デカさんも許してあげましょうもう静かにしてください。まあ、次、岡林美音ちゃんが出るので、ポンコツぶりが見れると思います。はい、まあ、ポンコツじゃないみたいなので、じゃあ天才が次来るのでね、ぜひ楽しんでくれたらと思います。また次回のデカフェスのタイムテーブル楽しみにしております。ということでちょっとふざけちゃったんですけども、続いての曲聴いてください。窓。Thank you.
さっき言ってた通り汗がびしょびしょです。結構私汗かいてきたので、ずっと座ってる皆さん大丈夫かなって思うんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？よかった。では今歌った曲なんですけども、窓という曲で、私の2曲目のオリジナル曲となっております。本日最後かな、物販させていただきますので、ぜひ最後気になった方は買いに来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。続いてもなんですけども、私のオリジナル曲を聴いてくれたらと思います。聴いてください。 My name。空気がこの街を包む。午前8時、君といつもの場所で会う。触れられそうなくらい近いのに、この1ミリの距離さえ遠くて、君はきっと私に気づいていないから。 You don't know my name, baby. You don't know my name. 本当は伝えたいのに、好きと素直になれず。 You don't know my name, baby. You don't know my name. 昨日よりケーキがもっと sweeter because of you。イメチェンしたその髪型似合っているね。触れられそうなくらい近いのに、この1ミリの距離さえ遠くて、君はきっと私に気づいていない。Oh!
とうございます。いやー本当皆さん一緒に盛り上がってくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。おかげさまでいい汗をかきました。楽しかったです。実はですね、今日さっき言ってたんですけど玉木優奈ちゃんと岡林美桜ちゃんと一緒に来てるっていう話をしてて、まあもしかしたらこれ言っていいやつだよね、あの聞いてなかったわ、聞いてない。ちょっとおーい岡林美桜ちゃんのライブの後のことって言っていいんですか？あのヒントだけ。はい、ありがとう。今日はですね、私普段あのダンスボーカルユニットリメリっていうグループでも活動してて、まあその学生の子がいて2人しか今日メンバー来てないのでリメリやれないねって話をしてたんですよ。だけど、まあもしかしたら小林美桜ちゃんのライブの後になんかなんかそれっぽいことが起きるかもしれないので、はい、楽しみにしてくれたらなと思います。まあ、その前に岡林美桜ちゃんのライブでポンコツぶりを見て一緒に盛り上がってくれたらと思います。まあ、皆さん最後まで本当にありがとうございました。本当に本当に楽しい時間でした。この後も水分補給して帽子かぶってちゃんと熱中症対策をしてください。以上、河野かほでした。ありがとうございました。